ドラゴンの方はだいぶオーダーいじりまして、今日大島外しましたね。そうですね、びっくりしましたね、はい、これでカンフル剤になるか、うん、まあ、今日は注目して見てたんですがね。そうですね、ご覧のようにドラゴンズの方の先発は杉本です。そして一方阪神の方は 初登板初先発の福谷を起用してきましたが、1回阪神ワンアウトから広田が歩きます。立ち上がりの杉本どうだったんですか。やはりね、阪神打線当たってますからね、やはりちょっと狙いすぎなんですね、はい、まあ、これは気持ちも分かりますがね。そうですね、2アウトから掛布も歩いて2塁1塁で5番の岡田を迎えます。2ストライク1ボールからのこれは4球目でした、これちょっと甘く入ってたんですね、外側のシュートが。それにしても何か狙いすましたみたいに素晴らしいバッティングですね。はい、阪神タイガースが初回に1点を挙げております。さて福谷なんですが、毎回のようにピンチを招くんですが、これは2回ですね、川又をまず歩かせるわけですけれども、どうだったんですか福谷は。荒れるためにね、逆にドラゴンズとしてはね、的が絞りづらいんです ね。だからフォアボールはどんどん出るんですがね、当たってないっていうこともあって、かえってこれが良かったみたいですね。なるほど。そしてこのところヒットが出ませんでした宇野、これが21打席ぶりのヒットであります。ノーアウトランナー2塁1塁、甘い球でしたがね、やはり振らなきゃダメですね。はい、そして7番の上川、この人も当たってないんですが、バントを1回失敗した後ヒッティング出ますね。そうなんですね、回若いですから打っても構わないと思うんですがね、もっとはっきり打てばよかったですね、なんかバスターみたいな形でなんか打った方も悔いが残るっていうようなバッティングですよね。なるほど、463の最悪のゲッツーになりました。3塁に1人残りますが、続く大石も歩きまして1、3塁、そしてラストバッターの杉本を迎えますが、この杉本っていう人はバッティングのいい人ですね。バッティングですね、だいたいレフト方向に打つんですがね、これ引っ張るんですよね、はい、なんかゲッツーがいかにも惜しい、なんか乗ってないドラゴンズを象徴しているような一打でしたね。そうでしたね。3回もドラゴンズはチャンスを潰します。一方4回の阪神の攻撃であります。5番の岡田です。ワンボールナッシングから2球目、完全に詰まってるためにね、レフト一旦下がるんですがね、振ってるためにレフト前出てこれないんですね。なるほど。ノーアウトランナー1塁、そして6番の佐野を迎えます。2エンド1からのこれは4球目でした。この人の3連戦でのしぶとさってのは光りました ね。失投を逃さないですね、阪神のバッターっていうのは。今のもう内角に構えたのが真ん中入ってきたんですがね、もうとにかくちょっと失投すると大やけどですね、ドラゴンズは、10号のツーランホームランで3対0。5回にも掛布の犠牲フライが出まして4対0とドラゴンズがリードいたします。さて5回の裏、この福谷は勝利投手の権利を得たわけですが、豊田を歩かせてしまいます。やはりこの5回ってのは意識するんですかね。意識するでしょうね。1番の島田に今日はスタメン起用されました。張り切りました島田が、ご覧の通り。これは難しいコースだったんですがね、これいいパンチしてますしね、素晴らしい当たりですね、プロ入り第1号のツーランホームランで、これで4対2と2点差になるわけであります。ドラゴンズが徐々に調子を上げてまいりまして、平野もご覧のように左中間、やっとね、狙い球が絞れたっていうのか、真ん中に入ってきて打ちやすくなってきたためにね、こうなりますと変えざるを得ませんね。そうですね、この回投げれば勝利投手だったんですよね、ルーキーの佐藤を起用するわけですが、目下矢沢と打ち取りますが、川又に変えての代打の大島、ノースリーからね、ワンスリーになって、強振したんですが、いい当たりで、大島も変わってましたからね。そうですね、これで1点差になります。どうですか佐藤の替え時というじゃないかな。そうなんです、これ吉田さんにしてはね、珍しく僕は大島のところでこの中西を持ってくると思ったんですがね。そうですね、宇野のところで中西が来ました。そして5球目にワイルドピッチです。この辺はね、ちょっと中西もね、ツーナッシングからこれ結局歩かせるんですがね、もうボールがカーブが叩きつけてね、ちょっと良くないんですよ。ドラゴンズ乗ってきたなと思ったんですよ、この辺は。宇野もフォアボール、代打藤波登場であります。これがこういうセカンドゴロですね。初球から打つのがいいんですがボールでしたね、結局追いつくことができませんで4対3であります。試合の方は終盤8回のタイガースの攻撃であります。3人目の米村が出てまいります。バース掛布といいますと、この米村を最近起用してるんですかね。そうなんですね、昨日は一昨日でしたが三振取ったんですが、今度はねインハイ構えたのがね真ん中低めに来たんですね。さっきも言いましたようにね、失投したらもう阪神のバッターはもう絶対逃しませんね。そうですね、掛布を打ち取ったところで、岡田のところで牛島が出てくるわけですが、この牛島がまたあまり調子がありませんでしたね。ちょっと迷ったんですね、山内さんも2人ね、鹿島とそれから牛島がやってたんでね、僕は鹿島じゃないかなと思ってたんですがね。そして佐野です、レフト前、これも2ナッシングから2スイーまで行って、最後はまっすぐが真ん中に来るんですがね、満塁になります。
代打男の川藤がここで起用されますが、まあ、今シーズンはまだその代打ぶりを発揮してないんですが、ここでワンツーからの4球目を三遊間です。フォークボールがちょっと外寄りから落ちてきたんですが、はい、やはり勢いの差でしょう ね、 うねこれだけうまく打たれるっていうことはね、走者一掃のこれがツーベースになりまして、まあ、勝負ありこの回3点7対3になります。さらに9回にも掛布のタイムリーで1点加えまして8対3、最後は福間が締めくくりまして、結局阪神がこれで6連勝、中日の方は6連敗、2位のジャイアンツとの差は3ゲームとなったというゲームでございました。何か明暗がはっきりしちゃいましたこの3連戦なんですが、そうですね、もうとにかく阪神の方は相変わらず打線が当たってるのと、それからやはりあの吉田さんの采配っていうのがね、はい、まあ、今日ちょっと中西のところが触れたんですがね、もうそれ以外はねもうピサッピサッと決まっていくんですね。なるほどね、ドラゴンズはどうですか。やはりね、ヒット打つのは打つんですがね、繋がらないために乗ってきませんね、投手交代なんかでもそれは、あのきちっとやろうとはしてるんですが、やはりチグハグでやはり繋がらない、まあ、これは我慢しなきゃしょうがないですね、この辺は。名古屋のゲームでした。